もしも古のビルダーだったら、なるべくビルドはストーリーに生かせるように前にやっておきたいけれども、ストーリーが面白すぎてどんどんストーリーを進めてしまっております。立ち止まってねビルドをやろうとしておりますけども、古のビルダーは正直ならば大木槌こそ古のビルダーかもしれない。そんなことを考えつつ、古のビルダーの目線でこの世界観を見ながらゲームをしていこうかなというのが今回のテーマでございます。オッカムルに来ております。ストーリー的にはですね、バーセットを完成させたところなんですよね、ストーリー的には。で、いろいろねこの時点でできることがいっぱいあるので、それをねやってストーリーを止めていきたいなと思いますね。まずここをねバーにしちゃいましょう。扉を作りましょうね。バーにするためには明かりも必要かな。あと必要なものは、ドリンクセットを一つ作んないとダメかもな。あ、これいるかもしれないな。毛皮がいるんだね。これもう一個いいかな。これがいるなら鉄のインポットがねえのか。鉄取ってこようか。じゃあ鉄を取っていきます。鉄があるのはこの辺かな。なんだよ、どんくさいな。何やってんだよ、もうめんどくさいな、お前は。お前はいちいちめんどくさい。石炭ちょうど取っとこうかな。
何インゴット。超大きいバーの部屋、超大きいバーの部屋、超大きいバーの部屋でハートがもらえるのか。超大きいバーの部屋で部屋ハートがもらえるなら、この観葉植物の部屋でもしかしたらハートくれんのかな。ああ間違えた。ちょっと実験したいんですけど、ドアがない。何作ろうとしてたんだっけな。この小麦の種はさ、畑以外で植えられるとこねえのかな。
そしたらね、別に観葉植物の部屋にはならない。どこだっけな、忘れちゃったな。もう一個いるのかな。
こんだけベッドがあれば大丈夫でしょう。ここも部屋にしよう。武器屋の看板がまだ作れないんですかね。筋トレ部屋が作れるかもしれないな。作るか。
上が気になるな。ここが気になる。柱をつけとかないと。あとね、細かい部屋作れるんだけど、どうしようかな。どうしよっかな。踊り子のステージ地は作れるかな。踊り子のステージ3つ、カーテン4つ。なんかここ変だな。ここ狭いんだよな。ここ狭いからさ、向こうにも行けるようにしようか。ここもプープー。
とね、上がね狭いんだけど、踊り子のステージは作れない。踊り子のステージは作れません。墓所は作れるかな。墓所、墓所は作れません。発酵所は発酵所、発酵所を作ろうか。ここに樽があるからさ、なんでみんな集まんだよ。苦しいな。狭いな。ここに作るのはやめるか。ここに作りたかったけどな。狭いからやめよう。こうしよう。4つがいるかな。何がいるかな。違うだな。ドアがない。
降りたら便利だね。あとは何か作れるかな。マッサージ部屋、ついたてカーテン2つ、ついたて、ついたってカーテン、ベッド明かり、綿がないか。綿あと2個。いろいろ綿の回収方法はあるんだけど、なるべくねモンスターから落としたいからね。植物はね数が限られているんですよ。
ムカつくな本当に。お前ムカつく。なんでもない。ひどいこと。ひどいことをつぶやきながらやっております。カーテンは2個あればいいよ。ドアがない。ガラス窓を作れる。
改良したい。難しいな。こう言ってもしょうがないしな。ツイッター宛ての意味がなくなっちゃうね。ツイッター宛てはあくまでもこっちから見られ、向こうから見られないようにするためのもの。
もう食材がないんだよな。を買ってもいいんだけど、ちょっとサボテン狩りに行ってきます。海に突っ込んでいっちゃったね。マンマンの餌になっちゃう。落ちていったネズミは気になる。シロ君帰ろう。
あとなんか作れますかね。まあ一通り作ったかな。荒くれの部屋はね、宿屋の看板がないと作れないんです、じゃあちょっとストーリーを進めますか。ちょっとね、ここに柱がないのが気になるんだけどな。プールのとこだからな。ちょっとこういう感じで。他にやることあるか？他にやれることないか？こういう窓をね、当てはめていくっていうのも一つの、それはそれで一個のビルドですね。それをやらないで何がストーリーマイビルドだよね。ストーリーマイビルドを語るならそれくらいやらないと。ストーリーはいつでもできるんだよね。これもさ、作りたいの。
できてんのか。食材がないんだな。ストーリーを進めるか。金を鳴らして本当にありがとう。あ、まあビルダーさん、お金をと、あなたのものを作れ、我々4人は気がつきました。俺たちはたった今から抜ける。よかったね、これでみんな準備ができたわね。ゴードンが心配してたわ。これからのこと話してあげましょう。ゴールドラッシュ復活のへの道、その前に寝るか。おお、ベラベラ、俺に鉱石作れる方法決まったか。大切なことだからビルダーもよく聞いて。いいえ、まあいいや。おお、釜の鎧着てくれてんじゃないか、ありがとうだな。やっぱり今はダメ。やる気をなくしちゃうじゃ、そうじゃない。おいおい。塔が足りない。塔が足りない。毛皮が足りない。
マナね、これがないんだよな。とうとう毛皮を取りに行こう。毛皮はここら辺だな。まあ強敵倒してもいいんだけどね。イニシエのビルダーめ、お前がイニシエのビルダーか。お前がエンシエのビルダーか。白 G なの。白 G は大きい字のね、突然変異なんですよね。まあいないね。
何やってんの。シロ君は意味わからなくなっちゃう。どう取りに行こう。全然手に入んないじゃん。全然銅が手に入んない。おかしいな、銅が、お、銅が見えたとは、見えたのにな。今銅手に入ったわ。今銅全然手に入ってないよね。損しちゃったね。ああ、どうやとろっこだ。全然ないね。全然取れない。全然取れないね。ちょっとずつしかないんだね。表面にしかないんだね。
全然動画ないね、ここら辺は。石炭はあるんだけどね。石炭も取っといた方がいいかもわかんないけど。動画欲しいんだよな。夜か。戦ってもいいんだけどね。こっちまで来ちゃった。ランタンがない。
めんどくせえな。あーもうなんだよ、めんどくせえな。ハンマーで壊そうと思ったのに。会いたくないよ。できないのか。
なんで？ゲーム酒場とかね、そういうのも作れるんだよな。ペガはバニーの下近く、こりゃいても立ってもいられねえ。今回はここまでにしようかな。あとね、300個ぐらいでレベルが上がる。終了。